週、自宅でのトレーニングなど、まあ、どういったトレーニングをなさっていたのか。クラブからのメニューもあったんですけど、公園で走ったりとか、あとはまあ家でちょっと自重で筋トレしたりとか、あとやっぱ子供も学校とか休みだったから一緒に、そうだな、公園、マスクして公園にいたりとかです。マスク結構きつくなかったね。きついっす、ね、これ俺も一回だけマスクして走ったんだ。きつかったね。バレましたね。バレない多分バレない帽子もかぶってたし、朝早いっす、ね、朝早いし5時半ぐらいだし体的にはね、マスクして走って大丈夫なんですかね。そのまあ、あの頃だったらね、まだね、そこまで暑くなかったから。そうですね、うん、でも今はもう普通に歩いてるだけでも結構マスクきつく感じるね。暑い時はきついですね。やっぱり息苦しく感じるね。はい、うん、これどうも意識感じは。そうね、最初の頃は自分のマンションにジムがあるんで、そこに行って体幹とか、あとトレッドミルとか自転車とか、あと筋トレの道具もそこあるんで、筋トレもそこでやってて、自分でも機械を置いて、一個その部屋を借りて、トレーニング器具を置いてる、まあ、自分専用のジムがあるんで、そこにも行ってましたね。あとまあ公園はね、でもね、走ったのは本当アスファルトだったんで、あんま走りたくなかったので、公園はあんまり走らなかったですね。サッカーができない中、まあ、やってましたけど、君はどうですか。お前も言わないとダメでしょ大輔はやってないでしょ。僕はやってないですやってないでしょ。でもちょっと、まあ、ちょっとやってましたけど、やっぱ家にいると、うん、こう家族全員とかまあいたりすると何もそういうことにならないじゃないですか。で、動いてないとこうイライラしちゃって、最終的に走りに行けっつって、奥さんに犬のように帰って、奥さんにお前走ってこい、お前走ってこい、お前走ってこい、そう奥さんにお前って言われるのお前って言われるそんな感じでもう走った。アスファルト、いやもうアスファルトしかないんです。俺はあの新横のとこ行ってちょっと生えてるから あそこで走ってね、よくダメ、アスファルト走れない、腰に来ちゃうな、どっちにしてないの。ダメダメですね。アスファルトはやっぱちょっときついね。最近やっぱ50超えてからきつく感じるね。最近言ってたじゃないですか僕が最近もう疲れが全然取れないというふうに言ってたんですけど、お母さんは最近俺も疲れを感じてって言っていてやっと感じやっと感じた、ね、感じまくってるよ。だからなんか50になって感じたらしいですけど、その辺のしゅんさんもやっぱどのくらいでやっぱ感じ始めますか。いやでもそれは練習量とかさ質とかにもよるけど、でもやっぱ抜けなくなるのは40ぐらいだね。だからさらにもっとそのマッサージとかいろんなことでもっと気使ったりして、キャパが減ってくる、鍛えた分だけ帰ってこない時あるじゃない。そうね、よくさ練習は裏切らないって言うんだけど、裏切るようになってくるんだよそれどのぐらいなんですかそれどのぐらいから、そうやって考えると母さんやっぱすごいな。40代はまだ本当正直大丈夫だった、無理してる全然、まあ、全然ってわけじゃないよやっぱり。でも40代は、まあ、自分自身としてはきつい練習しても次の日も帰ってきてました、もうまだ練習は嘘をつかない最近は嘘つかない最近練習が嘘つくようになってきたからそれはすごいですね。それでもさ、やっぱ終わった後筋トレとかダッシュとかしてると、俺はちょっと次の日帰ってこないから、いやちょっと自主練ももうここ1年ぐらい減らしてるし、そうですね、やっぱ中学の場合もずっと終わってから練習するじゃん。2人ともやっぱ練習終わった後もやるじゃないですか。その心はちょっと分かんないんですよ。最近体じゃなくて心それメンタルじゃないでも最近は一緒にやるようになったじゃない。そうですね、うん、まあ、1本だけになったね1本だけじゃなくて筋トレもやるようになったでしょ。そうそう、筋トレだって何歳までやってなかったんだっけ。32、3でしょ。32、3ですね。
やってなさすぎな最近自分ででもやりたいって言うようになったよ。本当ですか。ああちょっと自分でやりたいですね。いやなんか体が変わってくるんですよね。奥さんやれって言われたんじゃない違う、いやそれもあるかもしれないすごい帰ってきても帰ってくるのか全然気にするタイプもうやる、いや、どんどんやるっていう。ただこれ、その練習の中で自分が好きなプレーをしていれば、うんうんうん、それだけでも嬉しい、うん、なんかすごいずれてますよ、全然大丈夫、もうずれてプロフェッショナルが編集、ね、編集うまくしてくれるから。そうですね、うん、じゃあもう自分の聞きたいことだけを聞きますよ。いいよ。もう。いいよいいっすよ。そうね。母さんが500万回狙ってるからね。500万回再生狙ってるから。やっぱ海外のことやっぱ聞きたいと思うんですよね。ああイタリアとかいろんな国に行かれたじゃないですか。日本と違うところというか、まあいろいろありますけど。どうだろうね、しゅうさんね。やっぱり日本と何がなんか。まあ、イタリアなんかはもう本当に街中というかもう全てがサッカー中心っていう感じだよね。そうそう、なんかこう生活してて、うん、まあ、例えばジェノバだったらサンプドリアとジェノアのダービー戦が例えば月末にあるって言ったらもうその 2,3 週間前からもうその話題ばっかだし、街はもうお祭り、その時の順位はあんま関係ないんだよ、何位にいるとか、お互いもうその1試合だけもうそのサンプドリア対ジェノアの1試合だけをみんな楽しみにして過ごしてるとかね。でもそういう生活がもうサッカー中心で行われてるし、例えばニュースなんか見ててもその日のサッカーのオフサイドかオフサイドじゃないかなっていう議論なんかもずっとやってるしね、はい、夜まで。でもジェノアとサンプドリアの試合でオフサイドシーンがあって、ジェノア側が入れられたんだけど、ジェノアはあれはオフサイドだ、サンプドリアはいやオフサイドじゃない、いや鼻が出てたとか鼻がもう一歩出てたオフサイドのオフサイドのそんな議論をずっとして飯食べ行って帰ってきたらまだやってるみたいなテレビでね、そういうそのぐらいもずっとそういうサッカーの議論をしてるっていうふうな、イタリアなんかはそういうイメージあるし、まあ、ブラジルも当然そうだったしね、スコットランドなんかもそうなんじゃないの、やっぱりサッカーやっぱやっぱずっとテレビは必ずやっぱスポーツつくっていうかサッカーですよね。ちょっとクリケット とかなんですけど、やっぱサッカーで、あとはプレミア流れたりとかして、新聞も3紙4紙普通にあって、審判まで出ちゃったりとかしてたりとか、サッカーの価値っていうかそのがすごい、イタリアもそうですけど、すごい上の方で、イタリアのそのシシリアっていうか、あの南の時はやっぱもうファンとかすごいですね。全然ファンが違う、また違うじゃないですか、ジェノバとそのしたのその、俺はもうセリアに残るっていうのが目標のクラブだったから、3連敗したらもう練習グラウンドにファンがもう入ってきて、あなんかお前な何やってんのお前らみたいな。俺もスーパーで、あの分かんないっていうか、普通にやってたらこうやって後ろからこつかれて何やってんだ練習してこいよっつって、そんぐらいなんかもう、だけど一回いいプレーしたらもうすごいヒーローみたいな、ヒーローな、ちっちゃい町だったから、うん、まあ、選手に対しては本当に私生活も含めてイタリアはうるさいね。リスペクトはやっぱあるんですか、そういうなんかその、いやサッカー選手へのリスペクトはあるけど、やっぱり要求がすごくやっぱり、うん、今シューさんが言ったようになんていうの、こう勝てない時とかそういう時にちょっと、まあ、日本でも今あるかもしれないけど、向こうは本当に試合負けたし、その週っていうのはなんかもううろちょろできないっていうか、なんだったら練習してろみたいな、そういうのみんなが思うし、みんなが言うしね、うん、だからあんまり外でこう派手に遊んだりっていうのはできなかったですよ、うん、あれですね、なんかその僕らって今サンテティエンヌだったんですけど、試合終わったら車が燃えてたりとか、高橋さんやっぱサントス時代あったね、バスを持ち上げられちゃったりとかね、サンタスのバスに全員で持ち上げられちゃったりとかね、それのチームメイトはタイヤ抜かれてて、ボコボコになってて、タイヤないみたいな、ない会長の家にやっぱ石がない、あそういうのはそうです、車をなんかいじられになるね、やっぱりあのスタジアムの周りにあの来たサポーターが会長の車だったり選手の車をやっ
やっぱ傷つけるみたいな。みんな分かってますからね、その車何になってるとか、うん、やっぱりサポーターのやっぱこうそういう要求っていうのはすごく大きいし、まあ、だから逆にね、ブラジル人でもあのそういうヨーロッパの選手でも日本に来ると日本のその安全性、まあ、サポーターの礼儀正しさ、そういうことに関してはすごくやっぱ日本に来て感じることだって言いますよね。でもだからやっぱこう日本がちょっと強くならないとか、こうフィジカルとかその何ていうんですかね、このハングリー的なものに最終的にこの前のベルギー戦みたいな最後の最後でっていう、うん、まあそういうところ、最後の最後でやっぱりちょっとこうここで勝ち切らないとっていうところは、そういうなんていうの、マスコミの厳しさだったりとかサポーターの要求だったりとか、そういうものが影響する場合はやっぱあるかもしれませんね、はい、うん、でもやっぱあの海外は海外でやっぱすごく面白いよね。そうそう、サッカーね、やっぱ緊張感というかさ、練習の時からの緊張感がさ、やっぱりちょっと日本と違うよね。そう、全然違う。それにでも受けるけど、俺がいたチームはもう本当そんなチームだったから、勝ち点1が勝ち点3ぐらいの喜びな感じで、もう引き上げるだけで全然 OK で、それだけの戦術とか守り方とかの練習で1週間やるし、まあ、うん、だから俺はもうすごい難しかった、トップ下だったから。でも毎週変わるってことだよね、そういう練習も変わるし、うん、そうね、ブラジルもそうだったし、これイタリアもそうだったけど、やっぱ毎日必ず練習の記事も出るから、ね、練習の記事ですか、練習のその こういうことやったとか、そういう記事が必ずあのブラジルでもジェノアでもほぼ毎日そのサポーターに対して新聞でそういうことを流してましたね。だから常に人の目っていうのがやっぱありましたね。で俺の頃なんかはあんまり非公開っていうのはジェノバもほとんどなかったから、ジェノバもほとんどなかったから、ほとんどとかなかったんじゃないかな。非公開できなかった、やろうと思えばできたと思うよ。でもほぼなかったですね。パッた瞬間は、いや、ないです、ないでしょ、レジが、ね、ずっとやじったりホーム、あの、ね、練習中ね、なんか やじるっていうか、なんかこういうのあったね。なんか おじさんたち見に来てんだよね。そうですね、うん、昔からいるような、そうですね、そうですね、そういう人います、そういう人いつも見に来る。練習中に入ってくる人いますか、うん、サポーターが全員かっていう、なかったそれは、なかったね。やっぱあの分かれてるから、入ってこれないようになってるから、そのグラウンドとか選手の入るとか、ね、昔から応援してるおじさん連中がずっと見てて、うん、その中に横浜市のあの DJ やってるシュウちゃんも混ざっていたけど、いや知らなかった、やじってない、やじってない、シュウちゃんもいつもベーネベーネとか、ベーネベーネしか言わないんだけど、ベーネベーネとか、ベーネおじさんが一人ベーネってのは OK ってことだね、ベーネベーネっていうシュウちゃんがいましたよ貴重だ。何から行こうかな、迷いますね。いいよ、迷わなくていいよ、ボン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 。あ、でも対戦した相手と、うん、あと自分の中のどのチームが好きだったかっていうのを聞きたいです、ね。まあ、どこでもいいんだよね、世界中。それはもうどこでもいいですよ。吉井さんから一番自分が印象を受けたチーム。ああ、もうバルサ、バルサ。いつのバルサ？いや、セルティックの時やった。あ、対戦した相手。そうですね。チャンピオンズリーグでやった時に、やっぱ俺らはスコットランドでずっとトップのチームだから、王道のサッカーできる、うん、4-4に。で、バルサってなった時に、いや監督ってどうやるのかなと思ったら、何にもしない。そのまんま 4-4-2 のまんま、やっぱ当たらない。全然守る対策とか。どうとかしない。あ、イギリスってそうなんだなっていうか、俺その時のセルティックがそうだった。それが面白かった。ただ俺はいつも右サイドやったんだけど、トップ下して、ヤトゥール、ワンボランチ、その時ブスケじゃん、ヤトゥールにだけはまあ気をつけてついといてって言われてて、ずっとついてたんだけど、でも全然ボールを受けに行かなくて、結局プジョルとか、あの時はマステラ違う、メキシコのがモール持ち出して、今でいうそのなんていうのかな、そのこう引いてワンボランチが下がってスリーバックになったとか、でこっち行ったらここのやつ使われて、結局ヤヤドゥルに渡されたりとか、だから
それで、うん、やっぱサッカーって、まあ、ちょっとこういうんだなっていうのを意外にこうセルティックに押し込まれた感じしましたね。ヒューさん意外に戻ってないんですか。戻ってるよ、それは戻る戻る。でようやく1対1してもさ、メッシが斜めドリブルしてでシャビーでイニエスしてで、ここにエトーいて奥にロナウジーニュでしょ、ダメでしょそれでね、こっちがボール取ってようやく取りましたって言った時に、やあんだけボール回されて観客もオレオレって言って、いざこっちボールになった時にブーイングになったりするから、カンプノとかで。そうするとやっぱね、みんななんかこう逃げのパスっていうか、オドやっぱ普段の力がね全然出せなくて、結局ロングボールしかなくて、でまたアイデアボールってなったら地獄だったね。まあ、こういうのが、あ、サッカーこういうサッカーしたいなって。いやすごかった。あ、まあ、全部1点差だったんですけど、でもやっぱ差が、まあでもそういうセルティックなんかでさ、やっぱさ、でもそういう相手と実力がやっぱちょっと違う時あるじゃないですか。でもそういう時でもさ、ああいうイギリスのチームもそうだけど、イタリアもイタリアのチームもそうだけど、やっぱあんま点差がつかないとね、やっぱ守り方だけは知ってんだよね。多分そうかもしれないですね、うん、そこがやっぱり、ね、日本と違う、やっぱ跳ね返す力があるっていうか、ここで相手だからそういう最初得点差で負けるにしても、内容はこう下がっても最終的にスコアっていうのは最初失点で済むとか、それって結構やっぱパラグアイだからそうだよな。守るって言ったらもうね、本当に5-4-1とかで、ね、守りきれるっていう、その辺ってやっぱ知ってるんですね。知ってるよね、コツっていうか、サッカーを知ってるって、守りきる、繋げないけど守りきれるみたいな、うん、日本はやっぱ押し込まれてやっぱり守りきれないで、やっぱ3点4点入れられちゃうっていうのがあるもんね。そうですよね、下とか上とかでもやられちゃう、やられちゃう。そういうところはカウンターとかやっぱり戦い方を知ってるし、したたかだし、はい、ずるさもあるしね、やっぱそういうところをやっぱこれから日本なんかもね、やっぱワールドカップなんかで、ね、格上の相手が多いわけだしね、そういう時にいかにやっぱ点を取られないかっていうのはやっぱ大事だよね。誰が一番良かったですか、選手の中で。今まで見てきた、それはもうみんなすごいけど、あ、俺セードフ、シードフ、あ、シードフ、セードフ、どっちか分かんないけど、あ、セードフ、セードフが、あ、なんかどこでも生き抜いていけてるじゃん。え、どこの時のミラン、僕はミランの時なんですけど、やっぱなんかいろんなチームで4個かな、チャンピオンズリーグ優勝出てるし、何言ってんのさっき。あの人、ボーはすごいですよ、ボーは。ふくらもすごいっすよ、骨盤、なんだから、なんだろうな、ああいう選手、好きな選手はやっぱリケルメとかも、ああいうのあるけど、アイマールとかもね、でもやっぱ、生き抜く、実力がすごいんだ。セイドルはやっぱり、でも評価高いよね、そういう。あったね。飯食ったなというドローンの時ね、ロシアワールドカップのドローン、うん、俺が行ってセードルに行って、俺のマネージャーいたんだけど、マネージャー、誰誰これ誰誰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 誰